吉野さん、今回は、育てるというふうな感じでいきましょうか。育てる、育む、育つ。まあ、あいろんな意味があると思いますけども、前回ね、知る、知らないってことに対して吉野さんがコメントをくださったんですけども、そこからちょっとね、インスピレーションを受けて、こういうふうに考えてるんですよね。うん。あの、日々やってることが自分を育てる。それはね、二つの意味で、いいことと、ちょっと怖いことが含まれてるんですよ。一ついいこととしては、 自分を毎日育んでる人はまさに100日1,000日と時を経てね育っていくんですよねでも自分をサボってる人は育まれないわけですよ衰えていくんですよその衰えが100日1,000日と積み重なって取り返しのつかないところに行っちゃうんですよねでも残念ながら自分を育み続けてる人っていうのはあんまりいなくて知を広げる知ってるを広げることもあんまりしないし 知っていることが少なくてもそれを掘り下げることもないし小さなことで全部が分かったって思っちゃうんですよね例えて言うとこの小さなコップがいっぱいになったからいっぱいだって言ってるんですよでも世の中を広く見てる人っていうのはものすごく大きなねたらい置きみたいなところに水を貯めようとしてるんでどんだけ吸収しても知識を集めてもいやまだ足りねえなまだ足りねえなと思うし場合によってはねものすごく深い こう入れ物に水を入れようとしてるんでいや深いなまだ全然見えてこないなそこが全然見えないよみたいな感じで貪欲に自分を育み続けるんじゃないかなと思うんですよでそれが最初は小さな違いなんですよね小さな違いなんですけどもその小さな違いがだんだんこうね日数を減るに従って大きな差になってくるんですよね私がこっちを向いて進む時に一度だけずらしてこっちに進むことを選択したら最初はねこの たった一度の開きなんで、最初はお互いの距離短いんですけども、ずーっと進んでいったらどんどん広がるでしょ。で、しまいには木星と金星ぐらいボワーって開いちゃうわけですよ。だからたった少しの違いってのは侮るべきじゃないし、自分を育むことってのはまさにちょっとだけ角度をつけることなんですよ。ずーっといったらこうですからね。だから10年前、ネットビジネスにチャンスを見出して、ずーっとやってた人は、今ここにいるはずなんですよ。でも途中でやめたりね、 諦めたり手放したり諦めなんていうのかなあの人にケチつけたりし始めたらまあこうはなってないでしょうねきっとね、うん、人のことを気にしてなんていらんないですよ気にするのは自分のお客さんのことだけですねあと家族と自分の家族にもならないし自分のお客さんにもならない人にいつまでも返信メール送ってちゃダメなんですよコメントに返信してね論破したぜみたいなことやってちダメなんですよ、うん、そういうなんか自分に対してのクレームなんていうのは見えない位置にいるのが一番ですよね 見に行かないってことですかね。はい、今回のテーマは育てる、育つ、育むでございました。